はい、どうもフリーコンバットです。艦隊攻略戦、ね、F-14B ペルシャンキャット、レベル8、それに SFFS レベル4、まあこれで艦爆です。SFFS なんかなんかっていうか、 SFFS はね、銀ちゃんなんかがペルネコで SFFS やるとなんか10万点ぐらい稼ぐからね。どうやってんですかね。まあそれ見て俺もちょっとやってみようかなっていう感じです。猟機に黒猫が一機、ファイター、高度を上げると、ね、爆弾の数増えるとかっていう話を聞くし、なんとか高度を維持して撒くと。接近しつつある敵の機動隊を全滅させ。だが敵もこちらの艦隊を狙ってくる。昨日はスピードを高度に読み間違えてるからね、どんくさい。レーダーには結構下の方に見えてますね。ちょっと高度1万2000で落ちるまでに時間かかるから、結構リロード早くなりましたね。ファイターが狙ってきた。進行方向は画面右上の方なんで、やっぱり落ちるまでの時間を考えて。ああでもレベル上がるとリロードすんごく速くなったな、 SFFS の。このまま落ちて、離脱。後ろ疲れてる。敵艦崩壊できていない。敵に勝利はつかめんぞ。自軍艦船より敵艦へのミサイル攻撃。ああ、狙いつけてる間に撃たれた。急上昇。レーダーからの操作。あれ？後ろ向いてるし。トンチンカンな方向に上昇してるよ。自軍機動隊のダメージ。ちゃんとレーダー見なきゃ。敵機動隊へのダメージ 50%。 よし、この辺か。リロード早いな。よし、上昇しよう。ああ、落とす前に撃たれた。
SFS がなくなった。さあ2万8000か。でもまあ勝ったと。レベル上げるとすんげえリロード早くなったね。黒猫すごい。ファイター黒猫9万取ってる。結構沈めたね。2476位。お疲れ様。